服をチェックする3つのポイントと、はい、あ3つ の, そあの情報源と、なんかどういう時に惹かれてどういう服を買おうと思うのか。3つ、まあ、まず1つ目はもうインスタグラムでも本当全然なんか有名とか有名じゃないとか関係なしに、自分が好きなスタイルの人を見つけて、なんかおやばいみたいな思ってチェックするのが1つ目で、まあ、2つ目はもう本当直接お店行ってなんか知らないブランドとか知るっていうのも2つ目なんですけど、よくグレートっていうお店があって、そこに行ってチェックすることが多いですね。3つ目はないです。グレートはどこにあるんですか？原宿のラフォーレの中に入ってます。欲しくなる服のポイントとか共通点って何かありますか？テイストっていうか、なんか僕、まあ、やっぱりこういうなんか自分なんかなんて言うんだろう、まあ、人と被りたくないっていう気持ちが、まあ、一番強いんで、本当にまあなんて言うんだろう、まあ、有名ななんか最近ちゃんとノリに乗ってるブランドとかもちゃんとチェックして着たりすることもたくさんあるんですけど、まあ、それよりもやっぱ自分の個性出せるように新しいブランドとかこれからなんか上がりそうだなって自分が思うようなブランドを早めにチェックして、なるべく最先端なものをものを着れたらなって思って、だからそういうとこが一番ポイントです。ちなみに今一番注目してる、誰も知らないだろうけどこれ絶対やばいでしょってブランドって何かあります？はい、なんだろう、あでも自分でブランドやっててそれはチェックしてほしいです。はい。なんていうブランドでどこで取り扱いがあるんですか？いや今のところ取り扱いはなくて、もう自分でオンラインで売ってるだけなんですけど、はい、これからやっていきます。なんだろう、ごめんなさい不勉強で、なんていうブランドなんですか？Foreplay by K っていうブランドなんですけど。由来は？由来はネットで調べてほしいです。了解です。